自由な線の形から絵を描いてみよう。線にはどんな種類があるかな？まずジグザグ、ぐにゃぐにゃ、ぐるぐる、いろんなぐるぐるがあるよね。さあ、いらない紙で練習してみよう。30秒で一筆書きをするよ。まず裏に名前を書いておこう。好きな色のクレヨンを一つだけ選ぶよ。画用紙の端から3、2、1、スタート。ジグザグ、ぐにゃぐにゃ、ぐるぐる、いろいろな線で。クレヨンを押し付けて、ゆっくりしっかり。空いているところにも自由に描こう。残り5秒だよ。3、2、1、画用紙の端に出ておしまい。それじゃあ画用紙いっぱいに線を描こう。できた形を眺めてみよう。何っぽい形かな？回してみてもいいよ。魚っぽい形かな？模様を描き足そう。目を描いたり、鱗を描いたり、縦線、横線、ぐるぐる。色を変えてもいいよ。白を使ってもいいね。こちらは何かな？タイヤにはしごにピカピカ。あれ？消防車っぽい形ができたよ。ぐるぐる渦巻き。これは何だろう？ああ、カタツムリっぽい形だね。これは目を描いて大きなくちばし。なんだか面白い鳥の形になってきたよ。さあ、自分が描いた線は何っぽい形かな？好きな模様を付け足して楽しい絵を描いてみよう。